MLB ロサンゼルス・ドジャースは現地10月30日、ニューヨーク・ヤンキースとのワールドシリーズ第5戦に臨み、7から6で勝利。4年ぶり8回目の世界一に輝いた。試合後にはヤンキースの選手らにニューヨークメディアから批判の目が向けられた。画像、メジャー7年目で初のワールドシリーズ制覇。左肩脱臼乗り越え、笑顔あふれるドジャースの大谷翔平。 1>, 1勝3敗と王手をかけられて今回の試合を迎えたヤンキース。初回に不安外が死球を選び、アーロン・ジャッジが今 WS 初 HR となるツーランホームラン、ジャズ・チゾム・ジュニア。のソロ HR で先制、さらに2回、3回にも1点ずつ加え、5-0とリードを奪い流れを作った。しかし5回、作った流れを崩したのもヤンキースの選手自身だった。 先発投手ゲリット・コールがこの試合初めてのヒットを浴びると、ジャッジが簡単なフライを落球。さらに遊撃手アンソニー・ボルペも送球が乱れ、無視満塁のピンチを招く。その後2者連続三振でこのまま切り抜けられるかに見えたが、今度はコール自身がベースカバーのミスを犯しタイムリーヒットで初得点を許すと、そこからさらに4失点し同点に追いつかれた。 その後は互いに犠牲フライで得点を重ね、ヤンキースは6の7で敗北。15年ぶりの世界一への夢は絶たれた。試合後に地元メディア、ニューヨーク・ポストは、すべてはジャッジの落球から始まった、と指摘。そして、ワールドシリーズで惜しくも敗れたことは、おそらく死ぬまで心に残ると思う。他のすべての敗北と同じように、それらのものは消えない。 それらは途中での戦いの傷跡だ。私のキャリアが終わったときには、多くの戦いの傷跡があるが、多くの勝利も得られていることを願っている。とのジャッジのコメントを引用した。今季ポストシーズンの大半で不調に苦しんだジャッジは49打席で打率18、184、2 3三というレギュラーシーズンからは考えられない低調な成績となった。また、同メディアは主軸の一人、 外についても批判。今回の試合も3四球、1安打と悪くない成績を残したものの、リードを許した8回の大事な場面で打てなかったことから、ヤンキースの将来が不透明なまま100万ドルの疑問とともにシーズン終了、と評した。